さよなら。さよなら。はい。あ、どれぐらい？ね、ペロリス、ペロリマジで。ね、ペロリマン。マジでペロリマンですよ。うん、こんな1キロの、うん、2人だってすき焼き風みたいで食うじゃん。はい。村井さん。ん？ちゃんと。え？嘘。村井さん、僕の生卵がありますよ。そんな僕らが、それをね、毎回村井さんのなかったことありますか？うわぁ！用意してるでしょ？2回ゆで卵で2回引っかかるのかと思いながら終わったらちゃんと生卵だった。そんなさすがやんないっすよ。そんなやんないっすよ。今夜はすき焼きだ。うん、この会議室あと5分で人来ちゃう。え、やばい。お客さん、うめえ。いや、知らない。いただきます。来客でさ、中ですき焼き食ってたらクソうまいな。この会社なんだって思う。うまっ。うん、最高。すき焼き。いや、全然別物やな。別物。新しい食べ方見つけてしまった。どちらもポーズつけがたいね。え、てか一人 350g くらい食ってんのに、すごい。結構ペロッといけちゃいますね。なんかあんまりしつこくないし、うん、ペロ。かつ我らのペロリンマスターハーリンがいますから。俺ペロリンマスターなんですか。ペロリンですか、ね、ペロリンですかね。ハラミかペロリンかどっちかで悩みましたもんね。悩んでないですか。僕、岩井の名前で悩まくないでしょ。2丁目に看板でありそうです。ペロリンうまい。確か本当に悩んだのってハラミかコーディーじゃなくコーディー。なんで笑ってんの。笑うところじゃないよ。なんで笑う。そうですよ。なんでコーディーなのって。だから10個でそうやって呼ばれたの、先生から。ああ。なんでコーディーなの。コーのユースケだから。コーしか合ってない。いや、そこはそこでしょ。いや、そこはそこか。だいたいそういうもんだ、あだ名って。ファイナルファイトじゃん、コーディって。ファイナルファイト。あー、そっちか。私はもうバスケの方もいい感じだったな。あ、コーディ。コーディっているんですか。コーディブライアン。コービーじゃないですか。コーディじゃなくて、コーディだね、それ今まで。いきなりコービーの話すんじゃねえ。コービーの話すんじゃねえ。コービーの話。神戸牛から取ったんでしょ。は？コービーブライアンの名前って神戸牛からですよね。親が神戸牛大好きで、なんか親が神戸に来て神戸牛ってめっちゃうまかったから、神戸って神戸って言うじゃないですか、うん、だから神戸ってついたんじゃなかった。え、息子の名前肉の名前にするだった気がする。なんか昔ジャンプで読み切りでやってた気がする。マジで。嘘でしょ。え、読み切りだった気がするけど。え、コービーブライアントの名前の由来そうなの。リオナリのご両親がさ、インドに旅行行ってタンドリーチキンすげえうまかったっつってタンドリー行ってたのにさ、結構やばいよね。やばいっすね。それと似たようなもんじゃないの。そうっすよ。これやべえ、うん、コービーブライアン日本でタンドリーって名前絶対いじめられない。タンドリーはやばいやん。村井タンドリーって。村井タンドリーやばい。確かロシアでピロシキ食べてすげえうまかったっつってピロとかになったらね、ヒロみたいじゃないかよ。一人でバカじゃないの。一人で何楽しそうに。ヒロはたくさんいるからねーっつってちょっとずらしてピロだねみたいな。なんで一人で爆笑。ヒロ式が美味しかったから。一人で何言ってるんですか。ん、うんじゃない。コービーブロイアント。いや、ピロ面白くない。ピロ、ピロ、ピロ式が美味しかったから日本に帰っても忘れないようにつって息子にピロって名前つけて。ピロ式まで言える。ピロ、うん、ピ、じゃあピロシ。村井ピロシ。ピロシで、ピロシで、きっとモノマネ芸人やるんですよ。ピロシです。ほら、父親は元 NBA 選手のジョー・ブライアントで、彼の名前、コービーはね、神戸は父ジョーのお気に入りだったアメリカの鉄板焼きレストラン神戸ステーキハウスに妻と行った際、神戸の名前の由来を店主に聞いたことをきっかけに両親が名前を気に入ってつけたものである。マジ？そうです。すごいよ。すごい。じゃあ、あながちピロシもありえるな。ありえるし、タンドリーもありえます。タンドリーもありえる。ピロシ、ピロシです。ピロシ、ピロシってあります。あだ名ピロシキですね。あ、そうやな、あだ名ピロシキやな。絶対そうっすね。で、より最初の志に戻るんやな。そうっすね。ピロシキくらい。だからコービーはもしかしたら神戸って呼ばれてるかも。確かに。あの、神戸ビーフとか。いや、もしかコービーって言われてるかもしれないですね。ちょっとおっさん。お前日本語だとどんな意味か知ってるのかっつって。
絶対日本人じゃないですか、つけたやつ。その穴に。うまかった。よかったね。わし食べる前はさ、わし牛丼食うときって基本梅雨抜きなんですよ。はい。あの梅雨だくが私はもう結構ダメで、ご飯サバ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 しよう。ご飯にすごいスープがこう浸っちゃうのがすごく苦手なんですよ。もうね、次の人がもう来るっちゅうのにね、こんな話始めたんです。で、私は必ず梅雨抜きをお願いするんですよね。それをすごい最初心配してたんですよ。うん、あ、これ梅雨だくだったらこの量のご飯 しんどいなとか思ってたんですよ。ああ、よかった。梅雨だくどころかね、米なしだった。米なしだった。いやー、いいドッキリだ。いやー、おいしかった。はい。大満足。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごっそり。さよなら。